カリン、ゲリラで失礼してます。ポストポスト、ポストポスト、はは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 、今日はとても楽しい一日でした。こんばんは、お疲れ様です。もうさっき帰ってきてからそのままなので、髪とかもうボサボサかも。失礼しております。え、やっぱさ、今日前髪がさもう長すぎてさ、くるんって巻いたんですけど似合わんな。巻くの似合わんな。こんばんは、翔一さん、めちゃかわいい、ありがとう。ヒューガヒャンさん、なにこれ、はっはっはっおにぎりが出てきた。もう今ちょっとお腹いっぱいかも。ヒューガヒャンさん、ありがとう。今のって何だったんだろう、一体。今の何？また出てきた。はっはっはっ、小豆が出てきた。すごい、今アンマンのさ、アンパンのさ側だけ食べてたアンパンの側だけ食べたんだけど、すごい独特な食べ方。え、どなたがくれたのかもわからん。どなたがくれたん？何これ、な、あ、固まって何も出てこん。当たりだって。え、あ、はは当たりってな、どなたがちょっとくれたんかよくわからん。翔一さん、ありがとう。瞬間瞬間、なんこれは、誰がくれたん、誰がくれよんギフトにひょう、いちごが出てきたんだけどギフトに表示されないんやけど、誰がくれよん、一体。表示されん、バグかな。ありがとうございます。みんなのとこには表示されてる？何ギフト？このおにぎりのギフト？表示されてないわ。ありがとうございます。謎。謎だわ。私のとこには表示されないわ。くれ、くれよんって方言かな。くれてるん、誰がくれているの。いちご、ありがとう。あ、なるほどね。ギフトのとこには表示されんけど、誰が、え、クレヨンって言うくない？誰がクレヨルか分かった。なんか出てきた。
ハズレを引きましたって、カズサさんありがとう。召し上がれパンだって。タケさん、ヒューガヒャンさん、掛け軸ありがとうございます。髪にツヤがあるだって。もう今日はいっぱいリフレッシュしたからかも。もう前髪が変、早く切らんといけん、早く切らんといけん。にゃん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 。見られきれいだ。あ、今の間に髪を切ってきたわけじゃないよ。クレヨン、クレヨンじゃない。今日はね、楽しかった。あ、ちょっと離れたらなんかそんな前髪気にならんかも。これぐらいの距離感でいこうかな。くれよる。タタ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 。ねえ、春夏秋冬の MV 公開されとったね。懐かしいって思って。そう、さっき見た、ついさっき公開されてて。22時とかに公開されたのかな。見たからもう今ずっと春夏秋冬、ちょっと鼻歌で歌っちゃう。山井さん、熊にぎりありがとう、ありがとう。タタタタタタタ。コーラさん、タワーありがとうございます。おにぎりタワーありがとう、ありがとうございます。やはりまた溜まっちゃった。まだまだ溜めちゃってる。タワーありがとう。おにぎりお礼させていただきます。ありがとうございます。おにぎりタワー、コーラさん、おにぎり。来年でいいよ、だって来週します。来週中にします。小一さん、パン。コロネタワーありがとうございます。パンタワー、コロネタワーありがとう。あ、おにぎりが出てきた。ありがとう。また来週中にお礼させていただきます。パン、まるともちゃん、
ごちそうさまでした。トラさん掛け軸ありがとう。何の話してたっけ、前髪が変っていう話だっけ。タンタンタヌキさんごちそうさまでした。アンパンの小豆残しました。皮だけ食べました。小豆あんこ残すってあやパンやん。あやパンは小豆が嫌いってあんこが苦手らしい。あ、 MV 公開されたねって話、すごい公開されてて、あ、さっき見たっていう、そう話してたので、ぜひ、まだね、春夏秋冬、僕らの春夏秋冬の MV なんだったっけな、特典映像みたいな感じでついてたので、まだね、見られて見たことない方も多いと思いますので、いらっしゃると思うので、ぜひ。え、すごいね、もうなんか懐かしいというか、なんかってなった。当たりだって。ツナさんおめでとうございます。当たりました。何が当たったんだろう当たりました、おめでとうございます。エモい、エモい、まあそうね、そういう表現をするとエモいというのかもしれない。エモいのかな、なんかエモいとかじゃないかもみたいな伝わらん、なんか そういう表現できないことを、じゃあエモいというならそれはエモいのかもしれん。切なさと懐かしさと、大切、愛おしさって感じですね。え、やっぱりちょっと前髪が変すぎてもう無理かも前髪が変すぎてもう配信終わろうかな。いつから始めたっけ前髪が変すぎてもう今日自分見たくないかも。自分を見ない方向性でいこう。うん、そう、今日は一日これだったけど、今日はね、別にそんなに自分を見ることもなかったので全然いけた。今日はね、あやパンとお出かけしてました。あやパンと森に帰ってた。ケンちゃん、おにぎり、おにぎりくま、くまにぎりありがとうございます。そうよ、今日ね本当に平和な一日だった。もう平和とはこのことみたいな一日過ごしました。癒された。お花見も行った。お花見、
ていうかすごい桜が綺麗な場所をいっぱい通って眺めた。あやぱんと森に行こうねって約束しててやっと行けた。本来行きたかった森はちょっと時期的にまだ今その森が営業してる時期じゃなかったので森の営業っていうかなんか行きたかったところはちょっとまだ時期が微妙に違って行けなかったので違う森に行ったんですけど、マー君、クマありがとう。クマ本当に今日いい天気だった。すごいいい天気だった。ポカポカ陽気、過ごしやすい日でした。あやぱんと森に行って森の中の行きたかったお店があってそこで抹茶、お抹茶を飲んだりして、お花見して写真撮って映画見た。ドラえもん見ました。毎年基本毎年私ドラえもんの映画行く、ドラえもんガチ勢なんですけど、やっぱんと言った。なんかちらっと前話した時にドラえもんの映画見たいみたいな話をあやぱんが言ってたのを聞いてて聞いてて、あこれはやっぱんとじゃあ私はいけるんじゃないかって思って言った。毎年私結構お姉ちゃんと行ったり一人で行ったりしてるんですけど、うん、お友達とメンバーと一緒に行った、初めて。いやーよかった。もう私ずっとちょっと泣いたもん、映画見てずっと目がうるうるしてた。え、得点もらったよ。得点もらったの。まださ、もう公開されて、公開されてさ、1ヶ月以上経っとるけん、もう何ももらえんかと思ったら、得点もらった。いえいえ、まだ全然見てないけど。地球シンフォニー後で見よう、後で見ますね。まだもらえるって思わんかった。感動しやすい人ですかって、もう映画見たら大体何でも泣きます。そういう点では感動しやすいんかも。大人の方いたって全然いるよえ、全然ね、ドラえもんいるよ大人の人もいるけど、
でもやっぱりお子さんもいいので普通の映画を見るときよりその映画館の中がざわついてる感じですね。すごいアイパンと気が合うって思ったのが、私も映画見るときだいたい一番後ろの席を取るんですよ。一番後ろの席が好きなんだけど、アイパンも一番後ろが好きで一番後ろがいいって言って、はあ、共感ってなった。え、今日なんかねすごい気が合うって思うところが、そういうポイントが何個もあったんだけど、何だったっけ忘れちゃった。何だった、忘れちゃった。そう、明日は公園に出ないんよね。おきまいさんの公園とももちゃんの卒業公演あるんですけど、でももちゃんの卒業公演はね見に行きたいと思ってるです。出演はできないんですけど、そう、今年もねお姉ちゃんとドラえもんの映画行きたいって話してたんですけど、私と行ってくださいって言ってたんですけど、なんか都合の合う日がなくて行けなかった。山井さん星10個ありがとう。ね、コナンの映画はねそろそろよね。4月12日とかよね。楽しみ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 。何の話だったっけ。そう、それで今日は平和な一日でした。晩ご飯も一緒に食べて、お好み焼き食べた。カズサさん、クマありがとう。クマ握り、なんかお好み焼き初めて作ったかもしれん。初めては嘘かな、自分ででも作ったの。は当たり。ピルマさんおめでとうございます。当たり当たり。そう、ひっくり返すのもね頑張った。なんとかなんとかなんとか。え、そう、それでさなんか近くに公園みたいのがあったから、その行き道に通るときに、もうちょっとじゃあ日が暮れて帰りにこのブランコ乗りたいって話してて、じゃあもっと暗くなって一番最後にじゃあブランコ乗ろうねって話してたのに、もうお好み焼き食べたらすっかり忘れてブランコ乗れなかったって思ってそこだけがちょっと悲しい心残りですねでも平和じゃない？今日すごい平和な一日過ごしてない？私
私たちブランコもね乗れてたらもっと平和レベルが上がってたのに。ブランコめっちゃ好き。でもさすがに、うん、乗るとしたらもう夜に乗ります。昼間はねその小さい遊んでる子供たちを押しのけて私が乗るのはさちょっとおかしいので。昼間とかはねすごいあったかかったんだけど夜は寒かったから難しいよねこの季節。上着着て行ったんだけど今日昼間とかは結構暑かったけど夜はそれ着ても寒いぐらいだから難しい。ようちゃんさん、熊にぎりありがとう。お花見したよ。でもお花見したというか偶然お花見できたというかすごい桜が満開だったし、お花見してる人もいっぱいいた。土曜日だからかな。すごい、うん、楽しそうだった。シート引いてワイワイしてました。ねえもう満開だったのかな。満開今日は癒しの一日でした。森に帰って お花見してドラえもん見て美味しいもの食べてブランコがブランコが美味しかったな。うん、話もいっぱいしたよ すごいなんか楽しそうなヤパンに癒された。何だったかな共通点、いろいろあった気がしたけど。あ、そう、今の話だけ言ったらすごいなんだろう、そう、素敵な一日で何よりですって。そう、素敵な一日の話しかしてないんですけど素敵じゃないこともあった素敵じゃないこともありました。もうすっごい私自分に失望というかさ、もう自分ちょっと話さない方がいいかもしれないレベルのすごいバカなことしてしまって、そう、そのそこだけすごい自分に失望したこともあったりしたんですけど、そう、平和な一日にも平和じゃない時もあった。忘れ物っていうか、
え、なんか話すのが難しい話かもしれん。どっから話せばいいんだろう。じゃあ普通に私の体験したその時間軸通りに話すと、全然壮大な話じゃないよ。全然そんな悲しい話とかでもないんだけど、ただただちょっと私は自分に失望した失望というか、なんて言うんだろう、自分がにそうもう失望したとしか言いようがやっぱないかも。尺足りますって、全然すぐ終わる話。私のじゃあ時間通りに話すと、まずその映画館に行くために電車に乗ったの。電車に乗って、普段そんな電車とかそんな乗ること、いやまあいいや電車に乗って普通にさ駅に改札入って電車に乗って降りる、駅で降りるじゃん。で改札出ようってした時に、もう切符が見当たらなくてね。これ私割とやりがちなことで、気をつけてはいるんですけど、多分私ポケットに入れてたの。ポケットに入れてた、だけどポケット見ても入ってなくて、財布の中とか全部見てもなくて、カバンの中とかカバンのポケットとかにもなくて、もうこれは仕方ない、仕方ないって思って頑張って探したんですけど、もうどこにもないから、もうねその映画の時間とかもあったし、あの駅の駅員さんに、改札のとこにいらっしゃる方に、すいません私切符買ったんですけどなくしちゃって、でもすごい優しい方で、え、切符、その切符はどこに入れてたんですかって言われてポケットに入れてたんですよ私って言ったら、いやポケットはそれはもう危ないねってなくしちゃうね、だから次からは財布に入れてくださいって言われてすごい、もうそのね、なんていう、注意を受けてすいませんって、でもすごい優しい方で、もういい、通っていいですよって言ってくださって、すごい優しい、優しい、ありがとうございますって言ってそうペコペコして出たんです。で映画見てご飯食べて、またねその駅から、じゃあ帰り、もう帰りも電車で来た道帰るから帰りましょうってなって、私は行きはもう切符なくしちゃったから、もう切符使うの怖いなって思って、 IC カード持ってるからそっちで行くぞ、そっちで帰ろうって思って、 IC カードをさ帰りにピッて改札通ろうと、入ろうと思ってピッて押したらなんかピーピーピーってなって入れなくて、え、なんだこれはってなって、なんかなんて出たかな、その係員の人を呼んでくださいみたいな出たから、なんだこれはって思って、その何駅員さんのとこに通れませんみたいな感じで言ったらそのなんかカード
見られて、なんかどこどこ駅から入ったままになってるんですけど、これはなんでですかみたいな、どうしたんですかみたいに言われて、え、あれ、そこの駅、あれあれ、あ、そっか、私来る時もIC カード使って来てたなってなってあれって私切符とか買ってないじゃん。ちょっともう自分でも自分にびっくりしちゃって多分その駅員の方にすごい変な説明して、私そういえば来たん、入ってきてここの駅でさっき切符を私は買って入ったかと思っちゃって、切符なくしたって言ってそのまま出たので、あ、だからすいません、その、そちらでもうその分のお金引いていただいてもらえますかって、なんか多分わけのわかんないことを言って、その駅員さんの方ももうね、行きの時とは違う方だったので、はぁみたいな、え、みたいな感じで、でもなんかしてくださって、じゃあもうこれで通れますよって言われて、 IC カードでピッて通って、結局ははい帰りもちゃんとピッて通って帰りましたっていう話なんですけど、そのさ、私は切符を買ったって思い込んであんなに焦って駅員の方にも注意を受けてたのに、待って、私 IC カードで入ってきたじゃんって、それを思い出した瞬間、全てがつながった瞬間、すごいなんかもう自分に失望したっていう話でした。以上です私そう、全てがつながったのはその IC カードピッてしても通れなくて、なんでだろう、なんだこれは、もう一回してもなくて呼んでくださいみたいになって、あれみたいなあれ、もしかして、そういえばでした。あやパンは笑ってました。ちょっと自分大丈夫そうってなった。怖くない？恐ろしくない？え、怖くない？自分がすごい怖くなった話でした。え、怖いよね。うん。ちょっとしたミステリーより怖いかも。え、やっぱこの話しない方が良かった話かなえ、しない方が良かった話かな、ドン引きかなやっぱにさ、え、ちょっと私このもしこの話、今の話とかさ、どっかで話したりしたらドン引かれるから、言わない方がいいかな、言わない方がいいかな、どうしたらいいかなみたいな話したら、いや大丈夫だよ
って言ってたから話したんですけど、あ、ちょっと言わん方が良かったかもしれない、聞かなかったことにしますって。あ、じゃあそうしてもらってそうしてもらって、いやー、そう、ちょっともう自分に失望したね、びっくりした。そんなことある？そんなことある？切符をなくすは正直何度もあるので、それだ、まだそっちの方がマシだった。切符をまたなくしてはやらかしました、気をつけます、財布に次からは絶対入れるぞの方がまだマシだった。そうね、人の優しさに触れた日だったって。そう、駅員の方優しかった。IC カード持ってるのに切符で買ってるのって、その時と場合による。時と場合によって使い分けてるから紛らわしくなったのかもしれん。気をつけよう、恐ろしい恐ろしい。なんかスマホでさ、もうスマホにさ入れちゃってピッてする、スマホをピッてするやつが便利って前聞いた。それにしようかな。全部ね、統一したらそんなことならんよね。トラさん、ありがとうございます。そうね。ね、スマホのスイカ。そうしようか。みんなで今後こういうことがないようにどうしたらいいかを考える会考える会。そうね、スマホ忘れるはさすがにないよ。 IC カード忘れるもやったことない気がする。さやかりんが生きやすい社会を作ろうって一緒に考えよう。はやパンに預けるべきでしたって。たまに預けるよ誰だったかな、リコちゃんとかといるとき預けてるかな。やばい、気をつけよう、気をつけます。よし、ちゃんとしっかりして、しっかりしてよ。という感じで、リコちゃんじゃなかったかもしれない、ユラちゃんだったかも。
どっちだったっけ。タチアナハヤトさん、熊握りありがとう、ありがとう。じゃあ話を変えましょう。もうその話はもう終わろう。聞かなかったことにしてもらって。いやー恐ろしかった。ネイル、これ別にネイルを見せとるわけじゃないけど、なんかキラキラを先の方にだけつけてる。ネイル塗るってなったらさ、私元の爪自体がちっちゃいので絶対爪伸ばした方がいいってわかるんだけど、でいつだったかな、あのみちさんの卒コンの時とかはぐらいまでは結構頑張って爪伸ばしてたんですけど、やっぱり私なんだろう、短いのが好きだからもう切っちゃった。切っちゃったからちっぽけな爪です。また次亀子さんに撮っていただける時くらいには長くなってるように伸ばそうかな。そう伸ばしたいんだけどね、なんか短い方が落ち着く。切りたくなっちゃうんだよね。ドリアン YouTube ショート STU ラボに毎日夜20時にショート動画が上がっているんですけど、そのショート動画昨日ね私出てたです。ドリアンのお菓子を食べました。ドリアン系のものを食べるの生まれて初めてだったです。食べたことある皆さん。なんかもう匂いが強烈すぎてさ、初めましての匂いすぎて、ちょっとびっくりした。もうりねちゃん本当にドリアン無理らしくて、もう横でずっと叫んでて、え食べてって
どんな味って、え、味はね、どんな味だろう。もう匂いが強すぎて味が入ってこなかったかも。でも味だけだったら全然美味しかったと思うよ。けど匂いの強さでもう、そう、それどころじゃなくなってた。ドリアン。でもあのお菓子食べたらもう、なんだろう、自分のもうその食べ終わった後の自分の何、もうここ中ぐらいが自分の周辺が臭い気がして、ドリアン臭を私が吐き出してる気がしてずっとガム噛んでた。ずっとガム噛んでから歯磨きも頑張った。ドリアンの匂いがするアイドル嫌だって。私も嫌だよ。そう、あんな匂い強烈なんだね。本物の果物の ドリアンもそんなんなのかな。なかなか強烈でした。なんかドリアン食べてくださいって、はいどうぞって言ってカメラ回して、でも私食べたこと、もうその匂いを知ってもなかったから、全然気楽に始めて、まあそんな全然いけるでしょうみたいな感じで始めたら、思いのほか思いのほかね、脅威、威力がすごくて、びっくりした。やってみて初めて分かりました。なんか途中3つ目かなに開けたドリアンのお菓子にこうお菓子開けたら白い袋みたいのがついてて、あれなんか私ソースみたいのがついてるのかと思ってなんかついてるって言ったら、あれ実は乾燥剤でびっくり存在だった。そっか、あのことも見なかったことにしてください。え、違うんよ、普通にパッて開けたらそのケーキの上に乗ってるから、白い袋が、だからなんかソースかと思うじゃん。乾燥剤って普通さ下とかになんか入ってるじゃん。でもすごい上に乗ってたからね、ソースかと思った。違った反論そう違ったんやけん。そうね、あれは場所の問題だった。場所がちょっと悪かったなっていう話で、そこをそう主張させてもらいます。主張しとこう。気をつけよう。
今日結構写真撮ったのでまた載せていきます。でもなんか前髪が、まあいっか、そんな日もあります。このくるんと前髪の写真が出てきてら今日の写真ということで、前髪いいと思うけどねって。ありがとう。と私が気にしすぎなだけ？気にしすぎよって本当？本当に？本当か？疑い深い人。本当か？パッツンより好き？本当に？逆にじゃあこっちの方が。そんなこと言われたら迷う。そろそろアーシャ撮るんですけど、どっちがいいかな。おじさんに聞いてみる？おじさんね。おじさん今度ね、どことは言わないんですけど、私の出てるライブ見に来るっぽくてちょっとびっくり、ちょっと驚きって感じ。そう、おじさんちょっとね厳しいからね、頑張らんといけん。私の足を毎年評価してくれてるおじさんがいるんですけど、そう、でも嬉しいね、見に来てくれるって。なんかもうどっからどう話が出たのかとか全然わからないんですけど、なるお母さんが言ったのかな、わかんないんだけど、今度見に来るって言ってたよって聞いて、母から聞いてびっくりした。そう、私のメールを取ってくれてるけど、もう開いてはないっていう未読で溜まってるっていうおじさん。
感想も聞かなきゃね。おじさんの推しメン、推しメン誰って言ってたかな。リンコちゃんだったっけ。もやし生活さん、掛け軸ありがとうございます。たたたたたた。ねえ、南さん今日卒業公演でしたね。みーさん、本当に優しい先輩です。いろんな場面で本当に支えられました。今度お出かけしようって話してくださってたので、今度ね行きたいな。さやかりんはパン派なん、ご飯派なんって難しいね。
ご飯かな。調香の末、ご飯かな。今日がそろそろ終わろうかな。あやぱんにブランコ乗れなかったねって送っとこう。今日神社みたいなとこ行って全然話変わるんだけど、おみくじ引いたの。私お正月初詣の時に大吉引いてたから、もう大吉以下が出るか大吉が出るかしかないからさ、次引いても記録を更新することないから、引くのやめようかなって思ったけど聞いたの。そしたら半吉が出て、半吉そう、ちょっとあんま知らない子が出て、で、あやぱんが何だったかな、末吉だったかなが出て、ちょっと二人とも、あ、なんかあおーってなってちょっとテンションあおーってそんな上がることもなく微妙な感じになってそう、とりあえず結んで、ちょっと私もう一回弾こうかなって言ったら、私あの大吉出るまで弾きたい派の人なので、ちょっともう一回弾こうかなって言ったら、あ、じゃああやぱんも、じゃあ私も弾くってなって、もうって一緒に再チャレンジしてくれるんだってすごい嬉しくて一緒にね、もう一回弾いてえ、でもね、もうその弾く時にもう次何が出ても最後にしようって言って弾いて、本来だったら大吉が出るまで何度でも弾きたいところなんですけど、もう最後にしようって言ってからちゃんとなんかお願いしてね、願いを込めてから弾いたの。そしたら二人とも吉で吉で、おまあ半吉は多分吉の半分だから、まあいい、上がったよねってなって、末吉よりも、まあ、吉の方が上だしって、えよね、吉2番目よね、中吉より吉の方がいいって言うもんね、だからまあよしとしましょうって言って帰りました2回までに抑えて帰りました。中吉と半吉って同じ？あ、そういうこと？中吉が半吉だったのかな？内容はね、見たんだけど、なんかすごいそこのおみくじ難しくて、書いてることが
なんかなんていうのかな、すごい難しい文章、なんか古文みたいな古文漢文、おみくじだけの写真とかあんま撮ってないか。ちょっとおみくじだけの写真はあんまないんですけど、なんかなんとかヘリテみたいな。ちょっと待って、左右反転なんとかうるなりみたいな。なんとかさっきも燃え入れて芳しき形を言うなりみたいなそういう感じでさ、まあまあまあニュアンスだけ読んでそう、まあきっといいことが書いているのかなみたいな感じで一応目は通してました。っていう感じ。やっぱり自然が綺麗なところは空気が美味しくていいよね。という感じで今日は平和な一日でした。自分に失望したこと以外は平和な一日でした。皆さんはどんな一日でしたか？春夏秋冬の MV 撮ったのっていつだったかな？ペペロンチーノ食べた？忙しかった？買い物した？いいね。焼き芋も食べた？2年前春夏秋冬撮ったの。2021年の秋、2年前、2年半前ぐらい。気づいたら夕方でしたって寝てた。それもまた良き日ですね。パセリの誕生日だったって。そうやった。
みんなでお祝いしたケーキ。ハッピーバースデーって言って。懐かしい。2年半前か。もうそんな経つのか。え、確かに MV 見たらなんか、あ、そうだよね。うん。私も髪長かったし。そうだよね。寒かったよね。配信でみんなの、みんなヒーターで、そう、みんなヒーターの前で温まってた。暖を取ってました。2021年11月15日に撮ってる。はあ。はあ。ちょっとこの頃の、この時の写真、もう黒。振り返って見てたら多分送ってなさそうな写真めっちゃある。写真の整理をそうしないといけないと思って結局全然してない。 69,331 枚もある。そう、何がそんなにその写真あるんだろう。ビルマさんめちゃかわいい、ありがとう。今日初ウインクかも。6万くらい送ってもいいよって。いいんだね、6万枚送っていいんだね。写真集できるっていいんだね。 6万ページの写真集いいんだね。6万ページってどんぐらいになるんだろう。え、どれぐらいなんだろう、ちょっと見当がつかん。6万確かに私のスマホだけ6万枚も写真があるのは、6万枚もうすぐ7万枚写真があるのはあれだから、みんなもう巻き添えにしたらいいのか。私がもう送って全部、みんなもじゃあ全部保存してくださいって言ったら、みんなもっと増えるね。私以上に増える。
10万枚とかなるかもしれん。そうだから最近はね、あんまり写真をむやみやたらに、むやみやたらっていうか撮るけど、枚数はあんまり撮らないようにしてる。これまでだったら何15枚ぐらい撮った中の1枚じゃあこれにしようみたいな選んでたのを、もうそうね6枚ぐらいにしてる。そういう小さなことから始めてます。そうだよね、いっぱい撮ったところでね、どれを載せようって選ぶのも時間がかかるしね。いっそ1枚とかにさ、もう1回撮ってもう2枚とかにした方がいいのかな。スマホもの容量も空くし、選ぶのも2択になるから、それもありかもしれん。でもそうね、それでそれにして両方半目とかだったら、もう半目の写真が来るかもしれない。そろそろ終わろうかなって言って、もうさ、こんな時間になっちゃった。51分、もうこんな時間じゃないですか。今日はよく眠れそうですね。はやぱんにじゃあブランコ乗れなかったねって送って、ブランコめっちゃこだわるやん。返信返ってくるかな。
それじゃあそろそろ壇上を読みましょうかなと言ってたけど、もう54分だからさ12時までにしましょうか。みんなまだ眠くない？大丈夫そう？絶妙。うん、今日はチルしなくて大丈夫。なんならすごい心地の良い。今すごいね、すごいいい状態伝わるかなこの何、夜の12時にあるべき眠さ、ある本来あるべき眠さがあります。あ、そろそろ寝るかなみたいな、まあそんな感じやっぱり森大事だね。森に行くことで整えられたのかもしれない。だから今からお風呂に入ってちょうどいいぐらいですね。お風呂入ったら目が覚めるのも確かにあるあるだね。でもそっか、もう4月か。もう普通に桜咲いてたもんね。もうなんか咲き始めたねとかじゃなくて、もう当たり前かのように咲いてた。気づいたら咲いてたね今年。あと2分。あと2分か。壇上読もう。壇上読ませていただこうと思います。だだだだ。13位、マー君。12位、立花隼人さん。11位、一光さん。10位もやし生活さん。9位山井さん。8位ようちゃんさん。7位かずささん。6位ゆずきちさん。5位とらさん。4位ビルマさん。3位静岡の天パのたけさん。2位ヒューガヒャンさん。そして1位しょういちさんです。ありがとうございます。
ありがとう。そして明日基地の方はキングスナイトさんです。おめでとうございます。あー基地になっちゃった。大吉の方だったのに。これはまたおみくじ引きに行かないといけない。それじゃあね、今日も一日お疲れ様でした。ゆっくりとお休みください。バイバーイ。おやすみなさーい。